ダニエル・リジュエー・ナイトは、アメリカ合衆国の画家である。33歳になった1872年から、フランスに定住し、バルビゾン派、ジャン・フランソワ・ミレイに影響を受けた作品を描いた。フィラデルフィアに生まれた。1858年から1861年まで、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで学んだ後、パリに移り、エコール・デ・ボザールで、シャルル・グレールや、 アレクサンドル・カバネルに学んだ。南北戦争が激しくなったため、1863年にアメリカに帰国し、北軍に従軍した。アメリカで結婚ししばらく肖像画家として働いた後、1872年に不屈戦争が終わった後のフランスに移住し、イブリーヌ県のポワシーにスタジオを作った。クロードモネ、ピエール・オーギュストルノワール。 アルフレッドシスレ礼ラの印象派の同世代の画家たちと親しくなった。バルビゾンで出会ったジャン・フランソワ・ミレイから強い影響を受けた。田園風景や庭の花の中やセーヌ川のほとりの若い農民の妻たちの姿を描いた作品で知られている。1882年にサロンド・パリに出展した、ウン・ドイで認められた。1889年のパリ万国博覧会の 美術展に出展して銀メダルを受賞し、レジオンドヌール勲章を受勲した。1893年にバイエルン王国からセイミカエル勲章を受勲し、同年ペンシルベニア美術アカデミーから金メダルを受賞した。フランスで生まれた息子のルイス・アストン・ナイトも画家になった。ありがとうございます。